ライマン・ホールは、13植民地及び、アメリカ合衆国の政治家であり、ジョージア植民地の代表として、アメリカ独立宣言に署名した一人である。ジョージア州ホール軍はホールにちなんで名付けられた。1724年4月12日に、コネチカット植民地のウォリングフォードで生まれた。父は、ジョン・ホール、母は、メアリー・ストリートであった。生まれた頃は、 同族関係が重要視された時代であり、ホールの場合もしっかりとした系緯があった。父方の祖父ジョンホールは植民地知事委員会の委員であり、最高裁判所の判事でもあった。母方の祖父はサミュエルストリート牧師であり、ウォリングフォードでは最初の牧師だった。ホールは1747年にイエール大学を卒業し、チェッシャーで 叔父のサミュエル・ホール牧師のところで進学を勉強した。1749年、ストラット・フィールドの説教師として呼ばれた。その聖職は試練の多いものとなり、ホールの聖職助人に公然と反対する教区民集団がいた。1751年には、ある伝記によると、証拠によって支持され、さらに彼自身の告白で裏付けられたホールの人格に、 対する告発を受け解認された。ホールは説教師の空白を避けるために2年間説教を続け、その間に医学を学び、学校で教えた。1752年、フェアフィールドのアビゲール・バーと結婚したが、アビゲールは翌年に死んだ。1757年、メアリー・オズボーンと再婚した。サウスカロライナに移住し、ドーチェスターで医者として地位を築いた。 ドーチェスターは、チャールストンの近くにあり、何十年も前に、マサチューセッツのドーチェスターから移住してきた聖、公開教徒の社会ができていた。これらの開拓者が、ジョージアのミッドウェイ地区、現在では、リバティ軍に移住した時、ホール医師も同行した。間もなく新しく築かれた、サンベリーの町で、指導的な市民の一人になった。アメリカ独立戦争のゼニア、 サンベリーが属するセントジョン軍は、急進的な意見の温床となったが、若い植民地の他の部分は、ほとんどがロイヤリストに同調していた。ジョージアは、第一次大陸会議に代表を送らなかったが、ホールの影響力によって、軍が代表を送ることに同意し、ペンシルベニアのフィラデルフィアで開催された第二次大陸会議には、ホール自身が代表となった。 ホールは1775年に大陸会議大議員を認められ、この職を1780年まで務めた。1776年には、ジョージア代表3人の一人としてアメリカ独立宣言に署名した。1779年1月、サンベリーの町はイギリス軍によって焼かれた。ホールの家族は北部へ逃れ、1782年に、 イギリス軍が撤退するまで、そこに泊まった。その後、ジョージアに戻り、サバンナに転居した。1783年1月、ジョージア国の知事に選ばれ、1年間この職を務めた。ホールは、知事の間に教育、特に宗教的な教育がより得のある市民を生むと、信じ、国立大学の認可を提唱した。 その努力は1785年のジョージア大学認可につながった。知事の任期が終わると医者としての仕事に戻った。1790年、ホールはカロライナとの宗教に近いバーク軍のプランテーションに転居し、同年10月19日、66歳で死んだ。未亡人のメアリー・オズボーンは1793年11月に死んだ。 息子のジョンも間もなく死に子孫を残さなかった。ライマンホールはジョージア州と生まれ故郷であるコネチカット州で記念されており、ウォリングフォードの町はその結出した出身者にちなみ一つの高校にホールの名前を付けてその栄誉を称えた。ジョージア州リバッティ郡にはホールの名前を付けた小学校がある。ジョージア州オーガスタの軍庁舎前にある花崗岩のオベリスク。 署名者の石踏みは、アメリカ独立宣言に署名したホールと他の二人の、ジョージア人を記念するものである。ホールの意外は、バーク軍の彼のプランテーションにあった、当初の墓からこの石踏みに移送された。ありがとうございます。